皆さんこんにちは、リフトです。つまりこちらの動画ちょっとアップ遅くなってしまって申し訳なかったんですけれども、今回は毎月前半と後半の2回に分けて行っております今月アドベのおすすめ漫画紹介やっていきたいと思います。という今回は、その前半バージョンという今月9月の1日から15日まで発売されるおすすめ漫画全部で39作品ですね、こちら一挙に紹介していきたいと思います。今回ね、作品数も多いですし、非常に人気作品、長期連載作品から、期待の新作まで非常に幅広くね、あります。いつもね、今回紹介する作品に関して全部概要欄に購入リンクの方も貼っておきますんで、気になった作品があったらぜひ、そちらからチェックしてみていただけますと大変嬉しいです。ということで、早速始めていきたいと思うんです。今回発売される主要な媒体っていうのが、週刊少年ジャンプ、少年ジャンププラスマガポケ週刊少年サンデーというこうね、主要雑誌で言ったら、ジャンプとかサンデー、マガポケジャンププラス、電子系も非常に強いね、回なのかなというところになっております。まずですね、9月2日発売のおすすめ人気漫画全部で13作品、紹介していきたいと思います。ではまず1作品目ことですね、出会いもん14巻というところね、いや昨日も生放送で話してたんですけど、アニメ2期来ないかなと。いや1期の終わり方がね、結構僕個人的に結構不完全燃焼で、非常にいい作品でしたよね。出会いもんに関してはね、ちょっとアニメ2期見たいなってすごい思ってますが、原作の方は14巻まで来てるというところでね、原作、でも、あんまり来なかったらね、原作にも手出してみるのもありなのかな。でも、アニメの出来も非常に良かったですからね、という感じ、ちょっと悩みどころかなと思いますが、2日発売1作品となっております。はい。では、続いて2作品目です。2作品目。ワールドトリガー25巻というこれ。これはさすがに4期来ますか、ワールドトリはね。いや、僕もどんどんね、もともと原作でアニメ1期の部分は追って、で2期3期と、アニメで見てっていう形ですね。3期の終盤っていうか、どんどんこの先にはまってきてるので、ぜひねアニメ4期見たいなっていうのは思ってますけど、どうなのかな。25巻、発売となっております。では続いて2日発売3作品目、獣事変17巻というこうね、こちら、2日発売という非常に人気作品ですね、共同戦線指導京都編白熱という感じですね。はい。ジャンプスキャンね、連載中の、第2作品となってます。では続いて2日発売4作品目、高校生家族7巻という声ね、次に来る漫画大賞ウェブ漫画部門9位ぐらいじゃなかったこれね、あウェブ漫画あれかコミックス部門か、9位ぐらいだったと思いますけど、よっしゃと思ってね週刊少年ジャンプで連載中の、作品でね、高校生家族、家族全員高校生になるっていうギャグ漫画、コメディ漫画で、ね、僕自身非常に好きで応援して単行本を買ってるという作品で、最近さすがにちょっと息落ちてきたからね、僕は結構してるんですけれども、粘り強くね、連載いただいてますんでね、ぜひもう作者さん望む形で完結迎えられれば、もう僕は御の字なのかなってこの作品は思ってますけれども、やっぱ面白いですよね。9歳の高校生は進化する。私と勝負してよ。なんか将棋とかやってるんですけどね、今。はい、大手飛車取り。週刊少年ジャンプで話題と、ね。はい。なってます。2日発売4作品目、ぜひ、ね、気になったら読んでみてください。はい。では、2日発売5作品目ですね。夜桜さんちの大作戦14巻という、ここのね、もうジャンプ作品がどんどんアニメ化が決まってきてる、アンデッド・アンラックもね、ついにアニメ化決定というところで、なってますけれども、夜桜さんもアニメ化していいと思いますけどね、むしろアンデッド・アンラック、で漫画賞とか取ってるわけじゃないね、アンデッド・アンラックって一回次に来る漫画たち1位ぐらい取ってましたからね、っていう、ところはあるかもしれないです。掲載中も非常にやっぱこの作品は安定してますし、累計部数も140万部突破というところでね、アニメ化できる水準にあるかなとは思います。アニメ結構映えそうな感じがするんですけどね、僕はすごい好きな作品で、週刊少年ジャンプでね、いつも読ませていただいてるんですけど、その辺もね、待ちつつ、結構話的には最終章突入っていうところで、だからね、地獄楽みたいに完結と同時にアニメ化決定みたいな、そういう形でもね、嬉しいのかなっていうのは思いますけど、ここのとこすごいですよね、ジャンプめっちゃアニメ化されるっていうね、そう、ちょっとこの辺厳しいんじゃないかと、ワンピースとか終わったらジャンプやべえんじゃないとか言ってる中で、どんどんアニメ化決まってるという、そこは当たるとね、いいのかなって思ってますけど、夜桜さんちの大作戦、2日発売となっています。もうすでに発売されてますね、ですね。はい。では続いて2日発売6作品目。ですね。噂をすれば、アンデッド・アンラック13巻、ついね、アニメ化決定しました。ジャンプで人気沸騰、不死×不運の非王道ハイスピード SF バトルというところね。いや、僕自身実はね、これ実はのこと言うと、途中で私読むの断念してしまっているという。
大変ファンの方々には申し訳ないのですが、アンデッドアンラック、まあでもね、アニメはやっぱそうなんですね。バトル作品でもあるし、まあそこにちょっとまあラブコメ的な要素もあるのかなっていうところの作品ですけれども、ちょっと楽しみに、ここはしておきたいなと。まあジャンプはね、いつもアニメすごい力入ってますからね、楽しみにしておきたいなと。まあ制作会社とかまあ決まってないですよね。その辺も要注目なのかなと思います。はい。では、2日発売7作品目。この音とまれ27巻、これは非常に大人気作品ですね。全国大会編突入というところで、もうこの音まれも10周年か、原画展開催されてるみたいですね。27巻2日発売になってます。では2日発売8作品目ですね。マト星兵のスレイブ11巻、これもねアニメが決定しますね。もうアニメが決まってる作品ばっかりだね、もはやね。これはジャンププラスで連載されてる作品ですけれどもね、なかなかちょっとエッチめの感じのところはあるんですけどね、非常に面白いと思います。はい。では2日発売9作品目、創世の陰陽師昨日、青江くんマジ3期来てくれみたいな話聞いてたんだ。なんか謎にも読み間違えたんですけど、創世の陰陽師29巻。これもアニメ化されてますね。最終章、最終決戦、今入ってるのかな。累計650万部突破と非常に人気作品です。29巻発売となってます。では、2日発売10作品目。株式会社マジルミエ4巻というこれね、こちら次に来る漫画大賞2022ウェブ漫画も第3位という、これ嬉しかったですよね。マジルミエね、面白いっすわ。もうお仕事かける魔法少女アクション、明日の元気を充電できるというところでね、ジャンプラスも非常に人気の作品ですし、僕自身もね、ちょっと遅れて読み始めたんですよね。そう、もともとなんかこれ合わなくて途中で1話か2話で読むのやめてたと思ったら、読んでなかったんですよ。これ前も話したかもしれないですけど、で、今もしっかり最新話読ませていただいて、非常に面白いですし、まあ、なんかそのキャラの、まあ、可愛さ、なんか魔法少女みたいな感じのね作品なんですけど、その可愛さで押すっていう部分もあるんですけれども、やっぱすごいその お仕事っていうか、その魔法少女って仕事に対して向き合っていくとか、そういうなんか真摯さもあるし、まあ、各キャラの背景とかもあるしというところで、非常に面白いなと思いながらね、やっぱその悩みながら進んでいく、なんかその各キャラがすごいやっぱいいなと思いながら見てますね。ジャンプラス連載中という2日発売になってます。では2日発売11作品目、そうですね、あやかしトライアングル10巻という項で、テレビアニメ2023年1月放送、1月放送開始に決まったんだ。なんかね、キービジュアル出たっていうので、ね、見まして、制作者コネクト魔法科高校の優等生とかやってたところでね、不安しかないんだけど、正直言うと。あやとら、なんかキービジュも見たんですけど、まあ、帯にも出てますね、この下のところにもね。ちょっとね、矢吹神のちょっと力、なんか絵がちょっと若干損なわれてるんじゃないかって思ってるんですけれども、アニプレックスオンラインフェスタ2022で、なんか続報出るんですが、声優とか発表になってないのかな、まだね。いや、このあやとら10巻のこのもう毎回この表紙の神具合を、もうすーちゃんもめちゃくちゃ可愛いですからね。いやー、ちょっとアニメうまくいけばね、それこそなんかハーレムワークみたいな感じでいけんじゃないかなと思うんですけれども、どうかな。まあでも結構厳しいですね。評判自体は結構シナリオが弱いとか散々言われてた作品でもありますけれどもね、まあ、ジャンプラスに移籍してもう完全にね、あやとらダークネスをやってるところですけれどもね、どうなっていくのか結構不安が大きいんですけれどもね、まあ、ひとまずアニメ、楽しみに待ちたいと思います。2023年冬アニメかっていうところですね。はい。では2日発売入院作品目、傍若バッテリー14巻ってことでね、少年ジャンプラスで連載されてる作品ですけど、これほんとおもろいですね。異端の高校野球、これもアニメが決定しないから、一回ね、マッパかなんかでちょっとやってましたね、アニメかなんかで、ね、傍若バッテリーはね、まあ、記憶喪失かける野球みたいな感じの話なんですけど、野球漫画としてももちろん面白いし、その記憶喪失からとか、そのね、そう、なんかその、本物のエリート、まあまあ、じゃあ、雨で眠れちゃうな。でも、ほんと面白いですよ、これはね。ちょっとぜひ、気になったら、まず読んでみていただけたらと思いますし、アニメ化もね、待ってます、というところですね。はい。では、次、2日発売13作品目。ですね。週末のハーレム、16巻という、これね、シリーズ累計、紙&電子850万も突破してるんですね。さすがな、週末な。まあ、アニメいろいろありましたけど、円盤はね、まあ、しっかり3000万以上売れたというところですからね。今、アフターワールドっていうのやってまして、はい。書き下ろし、メイティングシーンが2本も収録されてというところね、非常に魅力的なところなんじゃないかなと思いますね。こちら2日発売ラスト、紹介となりました。では、続いて、5日発売ですね、作品1作品のみということで紹介していきます。それが、ゴルゴ13 206巻というね、斉藤先生の意思を継いでくださってますね、どんどんまだ連載が続いておりますが、こちらゴルゴ13 5日発売となっております。はい。では続いて、6日発売ですね、全部で4作品紹介していきます。1作品目、セックス&ダンジョン
8巻というところね、こちらはなんか私もなんか視聴さんにね確かにお勧めいただいて何やと思って読んだらもうなんかすごいハマってしまったという作品なんですが、こちら8巻、発売というところで累計150万部突破という非常に人気作品なんじゃないかなというところですが、まあ、アニメ化するとしたらちょっとタイトルを変えないとやっぱ無理なんじゃないかなんだっけアニメ化無理か、さすがに無理か、はい、もうなんか週末の春までできてなんか何でもいけそうな気がしてるんですけど個人的にはね、はい、6日発売1作品目となってます。でやって6日発売2作品目、デスティニーラバーズ、なんか1位のが続きますね、10巻というところで、なんか最近僕デスラバー読んでないなと思ったらね単行本勢になろうと思ったんですやっぱあのマガポケでずっと読んでたんですけどやっぱ修正が入るじゃないですか、まあ、セカンドダンジョンも結局あれも修正入るか、ニコニコ漫画とかもどんどん読んでたの確かね、うん、っていうことで、まあ、こういう作品はやっぱ単行本で読むに限るぜと思ってそうだ、単行本派になりますこれからそう、9巻とこまではね、そうずっとマガポケで読んでたんですけど、はい、やばいね、こんなすごいキャラ出てくるみたいですねでかすぎんこれエロ漫画あるあるのさ、このおかしいもう脅威みたいなはい、黙っときます。はい、6日発売3作品目、 MF ゴースト15巻、これもアニメが決まってますよね、イニディのね、作者の重野先生の、新作というところですけれども、ちょっとこれ読んでみようかなと思って、まだ実は読んでないんですよね。そう、どうしようかな、まあ、ちょっとアニメもね決まってるんでそれを待つのもいいのかなと思ってます。はい、で次6日発売4作品目、三日月はやらずですね、賭博座伝六カイジ24億脱出編19巻というところでね、カイジはどうなんですか、なんかもうカイジじゃないみたいな話も聞きましたけど、なんかご飯食べてるだけで終わったみたいな前聞いたんですけどね、どうなんですかね、はい、6日発売となってます。では続いて8日発売ですね、全部で3作品紹介していきます。まず1作品目はですね、吸血鬼すぐ死ぬ22巻、吸血鬼これに関してはねアニメ2期も決定してます、非常に人気作品ですけど22巻、8日発売となってます。では続いて8日発売2作品目、バキド14巻ですね。バキドどうなんですか、バキも結局ピクルのところは読んだっすね。でもアニメやりますからね。うん、そちらも、あれ決定したのか、もう決まったわけじゃないですね。そうそう、決まったのか。あれもちょっと楽しみですけどもね。そう、原作最近読んだよ、そう考えたらね。僕、バキ、そうそうそう、アニメの範囲超えて読んでたんですけど、まあいいか、またアニメで読もうかな。まあじっくりちょっと読んでいきたいと思います。はい。では次、8日発売3作品目。東京ネオンスキャンダル。4巻というか8日発売ラストですね。これマガポケで連載されてる作品で、まあ、週刊誌の、まあ、スキャンダル誌みたいな感じのね、話でどんどん切り込んでいくみたいな話なんですけど、なかなか今ピンチなんですよね。各キャラがどうなっていくのかっていうところですかね。はい。4巻発売となってます。では続いて、この日発売ですね、全部で6作品紹介していきます。1作品目ほどですね。宇崎ちゃんは遊びたい9巻ということで、いよいよね、アニメに近づいてきました。10月から放送。めちゃくちゃ楽しみですけど、この表紙めっちゃ良くないこの表紙めちゃくちゃいいなって思うんですけどね。うん。宇崎ちゃんもめっちゃ楽しみです。久しぶりですね、参考本ね。アニメに合わせて発売だと思うんですけどね。楽しみだなと思います。はい。では次、この子発売2作品目。10時間6人、8巻。どうです、マカポケ。ちょっともう僕、リアルにも読むの、なんでしょうか。ちょっとあかんですね、これ。ちょっとマジで引き伸ばしパートみたいに入っちゃって、10時間6人。そう。なんかね、ちょっとこの表紙見るとちょっとあれですね、いろいろ複雑な心境なんですが、なんか今新書みたいに入ってるんですよね。ちょっと心配ですが、まあ、ひとまず読んでます。はい、9日発売となってますね。では次、9日発売3作品目、ギルティーサークル5巻ということで、これ完全アウトな方向に進んでるんですけど、まあ面白いというのかエロいというのかはい、マガポケ連載中です。では続いて9日発売4作品目、黒猫と魔女の教室2巻、これもマガポケ連載中ですね。金谷先生、寄宿学校のジレットの作者さんね、新連載、これ面白いっすけどね。なんか看護本の売り上げなんか何とも言えん感じですけど、見ましたけどね。俺も人気出ていいと思うんだけどな。まあ、マガポケの相手は人気かな、非常にね、っていうところです。画力も非常に高いですし、キャラはやっぱめちゃくちゃ可愛いですしね。魔法ファンタジーっていう感じの作品なのかなっていうところですか。アニメ化とかもしても人気出るかもなって思ってますけどもね。はい。この日発売4作品目となってます。気になったらぜひ、ね、読んでみていただけると嬉しいです。では続いて、この日発売5作品目。香る花は凛と咲く4巻。いや、これはマジで買った方がいいって。いや、私も単行本買おうかな。とか、こういうことで単行本買ってないっていうね。マガポケでね、読ませていただいて、もうやばいね、これ。ちょっとやばいよ、本当に。今やってる、まあ、ラブコメっていうかね、まあなんか青春学園恋愛漫画みたいな感じかなと思うんですけど、めちゃくちゃいいっすね。もう、
友達とか仲間の関係性もそうだ、主人公とヒロインのこのねえ、あの恋愛模様がもうたまらんのですよ。もうこれめちゃくちゃ、これ何回やりたかった感じ。あの次に来る漫画大賞ね、ウェブ漫画部門で第6位かな入ってましたけど、これはマジでおすすめです。うん、マガポケ連載中で、これアニメやったらこれやばいことになると思うけどな。ちょっとそういうのも楽しみにしつつ、まあ、割と早めに完結するかもしれないし、どうするんだろうな。まあ、結構まだまだ全然続けようと思えばいくらでも続けられると思うんですけど、原作買いますか、これは。いや、これは本当にいい作品だと思います。もう僕何回泣いたかって感じなんで、うん、キャラのね、もちろん可愛さとかもあるんですけど、9日発売になってます。一押しです。では続いて9日発売6作品目ですね、魔法使いの嫁18巻魔法嫁ですね、こちら、9日発売ラストというか6作品目、紹介させていただきました。これも非常に人気作品ですね。では続いて11発売作品、全部で3作品紹介していきます。1作品目ことですね、剣眼オメガ14巻というこれね、これ剣眼アシラのね、続編だったかな。これどっから僕読もうと思って、まだ読んないんですけども、そうっすよね、ダンベル何機のモデルのね、作者のね、が原作、これでもやられてるっていうところですごい多彩すぎるんだけど、11発売になってます。では続いて11発売2作品目、黄泉のつがい2巻というこれ荒川先生、鋼の錬金術師の作者さんの、新作というところ、非常にね1巻売れてましたけども2巻も発売、まあアニメがどっかされるんじゃないかなと思うんですけどね、2作品目で紹介させていただきました。はい、では続いて12日発売の半作品目、山のすすめ22巻というこうねアニメ楽しみですね。30分アニメになるという、なんか1から4話がなんか総集編になんか新規カット入れたみたいな感じらしいですけれども、非常に楽しみですね。ついにあれかな、富士山登るのかな、楽しみですわ。はい、22巻。すごい、22巻もあるんだ、発売されてるね。11日発売ラストとなりました。はい。では、次で14日発売ですね。1作品のみで、ここで。こちら、食糧人類、リ・スタービング・リベレーション4巻という、これ、ね、食糧人類の続編というところでね、僕も読ませていただいて、なかなかエグいね。これは相変わらずね。いや、面白いですね。コミックデンスで僕読んでますね、これね。はい。では、続いて15日発売の、おすすめ人気漫画、全部で8作品。これ紹介してもらえね、以上となります。では、まず1作品目のことですね。名探偵コナン102巻、久しぶり新刊で来ましたというところで、まあ、コナンは僕自身なんか常にアニメもね、また見始めてるんですけれども、まあ、映画ね、毎年楽しませていただいてますけども、102巻ね、発売となっております。発売になりますと。はい。では、続いて15日発売2作品目、こちらですね。夜更かしの歌13巻で、今アニメ絶賛放送中というところでね、いや、2期も見たいっすね、この出来だったらね。まあ、海外人気はかなりあるんで、そういう、意味ではできるかもしれないです。国内がやっぱもうちょい盛り上がってほしいなっていう感じはするかなって思ってます。はい。では続いて15日発売3作品目。早々のフリーレン9巻って、この表紙のオーラやばくない表紙のオーラやばと思って、やっぱアニメ化意外と発表されんですね。なんかジャンプがさ、こう、このぐらいの関数がどん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 アニメ化ってやってるから、ねえ、早々のフリーレンもすぐ、そろそろ来るっしょと思ったら、なかなか意外と来なくて、いや、この作品はマジで魔女旅日記を置いても C2C にやってほしいっていうぐらいの勢いですけどね。魔女旅日記はまだですかって昨日もまたずっと話してたんですけども、想像のフリーレン9巻発売となります。はい。では、15日発売4作品目。竜と苺9巻って、これも脆いっすね。これもアニメ化されんじゃないかな。これも脆いっすわ。うん。9巻4作品目ですね。この辺全部週刊少年サンデーでね、連載中となってますね。では、15日発売5作品目。魔王14巻。これもアニメ化はどっかで来るでしょ。あ、これね、14巻の表紙、まだ出てないのは13巻の表紙になってるんですけれども、うるせえやつらはね、ついに10月からか、放送開始って、僕もね、しっかり見たことないんですよ。なんでちょっと、リメイク版なんですよね。ちょっと楽しみにしたいなと思ってます。はい。では、15日発売6作品目。とにかく可愛い21巻っていう、これなかなか今はね、過去回想パートが本が21巻収録じゃないかなと思うんですけどね、ちょっと切ない感じですけどね。2期も決まってますからね、楽しみだなと。OVA 見ましたけど、めちゃくちゃ良かったです。はい。では、15日集まり7作品目、こちらですね。レッドブルー3巻って、これ MMA、なんか総合格闘技かなを描いた作品なんですけども、まあ、今のところまだ様子見かなって感じで読んでますけどもね、週刊少年サンデー連載中となってます。では、15日集まり8作品目、こちらですね。ゴールデンスパイラル 2巻という、これね、これ、ポンコツちゃん検証中に作者の、新連載、植木の法則だったな、の作者の新連載というところですけれども、今回の動画ラストの紹介というところで、ね、まあ、これもうまくいけば面白くなるのかなって感じがします。ちょっと厳しい感じもしてるけど、まあ、週刊少年サンデー連載中という感じですね。はい。という感じで、
今回の動画、9月の前半、1日から15日まで発売されるオッセイ漫画全部で、39作品の紹介以上となります。このご視聴いただきありがとうございました。次回以降も引き続き毎月2回、今月のオッセイ漫画紹介、まあ、次は16日頃かな、後半の紹介やらせていただきますね。ぜひそちらもご視聴いただけますと大変嬉しいですし、今回紹介した39作品全部ね、冒頭でも言いましたけども、概要欄に購入リンクも貼っておきますので、気になった作品はね、そこからぜひチェックしてみていただけます。大変嬉しいですし、チャンネル登録、これからもね、これを機に。マーケン動画も今後どんどんね、また上げていきます。アニメ系の動画もかなり上げてますね。そういったの興味あるよとかね、そちらもしていただきます。大変嬉しいです。ということで、大変長い動画になりましたね。これにて締めたいと思います。本当ですね。このように皆さんご視聴いただき、ありがとうございました。